アルタイルから来たイルカはアメリカ合衆国の作家マーガレット・セントクレアが書いた SF 小説である。1967年デルブックから刊行された。助けを求めるイルカたちの精神への呼びかけに反応したのはマデリーンだった。次は海に落ちてイルカに助けられた男スベン。最後はマデリーンの行動を追っていたローレンス博士。 三人はザロックと呼ばれる小島でイルカたちと対面した。訓練を受けて喋れるイルカが話した。人類は海洋を汚染し、イルカたちを軍事目的のために300頭も捕まえている。どうか逃がしてほしいと。地震を起こしてプールの壁を破壊して逃がすことにした。スベンが盗み出した強力爆雷をイルカが断層の弱い部分に設置した。 爆発が引き金となって、やがて地震が起こり、壁が崩れて、イルカたちは脱走できた。この事件を、イルカの仕業と疑った軍部は、海に薬剤を撒いて、イルカを窒息させたり、イルカの群れに爆弾を投下したりして虐殺した。イルカは話した。約100万年前に、アルタイルから地球に植民した水陸両生種族がいたこと。それらは、陸地で生活するグループと、 海洋で生活するグループに分かれたこと。それが人類とイルカやクジラの祖先になったこと。分かれる時に交わした製薬を人類が忘れてしまったこと。イルカたちは最終手段に出た。太古の技術で作った熱発生装置を使い、極地の氷を溶かして人類の都市を水没させたのだ。アルタイルから来たイルカ、矢野ール役。 早川文庫 SFSF508,983 年3月31日発行。ありがとうございます。